陸軍士官学校のグラウンドで展示された、牽引式ランチャーと、天弓3型ミサイルの模型天弓は、台湾が開発した、地対空の弾道弾迎撃ミサイル、防空システムのシリーズである。天弓2型と、天弓3型は、中華民国国軍で運用されている。天弓1型ミサイルシステムの開発は、1981年に、 国家中山科学研究院によって開始された。しかし、台湾がレーセオンの協力を得て、やや旧式のミサイルの詳細な検討が許されるようになったのは1984年になってからである。チーストの専門家は渡米して、技術研究をしたが、質問は許されず、調査許可の出たミサイルの多くは、旧式なものや保管中に破損したものという結論に、すぐに至った。 1986年にセミアクティブ、レーダーホーミングシーカーを使用して、発射実験が開始された。天弓1型用の第二シーカーとして、パッシブ式赤外線終末誘導シーカーも開発されたが、これは、ホークミサイルに対する試験に成功したものの、生産には至らなかった。チーストはまた、天弓シリーズの地対空ミサイルシステムで使用するため、120度をカバーし、 最大射程は 450km の長城という大型の多機能、フェーズドアレイレーダーを開発した。2種類のフェーズドアレイレーダーがあり、牽引式トレーラーのレーダー及び固定式強化されたレーダーサイトである。長次郎レーダーシステムは、ロッキードマーティンのアター HP 設計に基づいており、2から 4GHz 帯で運用されると報告されている。現在、 少なくとも7つのシステムが稼働していると言われている。システムの性能仕様は極秘扱いのままだが、1平方メートルの標的に対する有効、探知範囲は約4 0 0トルと報告されている。1990年代後半に開発されたフェーズドアレイレーダーの移動式バージョンもあり、これは4つの分離面で全方位をカバーすることができたものの、探知範囲は大幅に減少した。 このバージョンは一度だけ公開されたが、実際に運用されることはなかった。1986年頃に開発が開始された天弓2型は直列ブーストモーターとアクティブレーダーホーミング式終末シーカーを搭載している。TK-2 を下体ミサイルとして開発する案が報告されていたが、未確認の報告によると、このミサイルは天撃として知られている。 TK-2 は、単弾ロケットに変更され、短距離弾道ミサイルに対して限定的能力を持つように改良されている。2008年9月に、弾道ミサイル標的に対する最初の発射試験が報告された。TK-1-2 サムの7つの発射機が運用されており、台湾、宝庫諸島、東引島に配備されている。天弓1型地対空ミサイル天弓1型は、 台湾、中華民国の中山科学技術研究院が開発した死体空ミサイルシステムである。もともとは民 -23 ホークミサイルの空力特性に基づいており、オリジナルのミサイル設計はレーセオン AIM-54 フェニックスの拡大版に似ていた。TK-1 はその後再設計され、最終的にはアメリカ政府が 民 -104 パトリオットミサイルの技術の85%をレーセオンに上渡許可を出した後、アメリカのパトリオットミサイルと外観が告示したものになった。台湾にライセンスされた技術パッケージには含まれていないため、トラックビア、ミサイルホーミング機能はない。TK-1 は終末期にはイルミネーターレーダーを必要とし、アメリカのスタンダード SM にミサイルと同様に動作する。 TK-1 は、主に低、中高度攻撃を標的として設計された。点弓1型の核発射機には、探知、標的追尾用の長白1、S バンドフェーズドアレイレーダーが1つ、終末機には、X バンドで動作する CS、MPG-25 標的イルミネーターレーダーが2つ、搭載されており、3、または4連装ミサイル発射機に対応する。完成。 自動操縦と中間段階指令誘導と終末段階セミアクティブレーダーシーカーの組み合わせにより TK-1 ミサイルはエネルギー効率の良い飛行経路で目標の近くまで飛行しシーカーのセミアクティブレーダーは戦闘の最後の数秒間目標の照射が可能で目標が回避または電子対抗する時間を最小限にすることができる。 ミサイル発射機には二つのタイプが存在し、一つは集中的な攻撃に耐えられるように設計された地下シェルターに収容されている。もう一つは県引式の移動型で台湾の密集した防空ネットワークの不可欠な部分となっている。台湾本土の基地に加え、中華民国陸軍は宝庫諸島と東印島の離島に TK-1 を配備し、 台湾海峡と中国の福建省、石膏省、広東省の一部を射程内に収めている。2006年8月号のジェンズミサイルズロケッツで TK-1 地対空ミサイルシステムが退役すると報じられた。TK-1 ミサイルは TK-2 ミサイルに置き換えられ、既存の TK-1 システムはレーダーをアップグレードされ、TK-2 規格の訓練シミュレーターに、 更新されることになる。CS-MPG-25X バンド標的イルミネーターレーダーは1980年代後半に収益した。最大射程 222km、高度3万 480m と報告されている。CS-MPG-25 はチーストが独自開発した連続波ディスクアンテナイルミネーターレーダーで改良フォークア案。 MP9-46 高出力、イルミネーターレーダーから派生したものであるが、E, ECM, IF の能力を向上させ、出力を60%向上させたと推定されている。それは、アメリカ海軍のイージスシステムで採用されているものと同様に、メインのフェーズドアレイレーダーと、自分は理方式ベースで接続されており、TK-1 地対空ミサイルシステムの複数、 標的構成能力を可能にしている。ここをキャンプ場で展示される、天弓2型ミサイル発射機岡山基地のエプロンで、展示される、天弓2型ミサイル発射機とトラック天弓2型は、同じく、中山科学研究院が開発したサムシステムである。もともとは、第1弾ブースターを搭載した TK-1 であったが、X バンドのアクティブレーダーシーカーを搭載した。 TK-1 ミサイルを少し大きく改良したもので、射程は長く、対ミサイル能力は限定されている。TK-2 アクティブレーダーシーカーは、28から 32GHz の周波数帯で動作し、一般的な航空機サイズの空気吸い込み式の標的に対しても、それなりの性能を発揮する。TK-2 サムシステムで使用されている、X バンドのアクティブレーダーシーカーは、 チーストが1980年代に米国からライセンス購入したレーダー技術をもとに開発されたものである。このシステムには1990年代後半にサービスを開始した長次郎に多機能レーダーの改良版が使用されている。TK-2 の最初の公開テストは2002年5月10日の18号観光演習で行われた。TK-2 は TK-1 と同じボックスランチャーを使用できるという利点がある。近代的な電子技術を利用して内部部品を小型化し、ミサイル内部に余裕を持たせたことで、より多くの燃料とより強力なメインロケットモーターを搭載できるようになった。TK-2 は弾道ミサイルに対しては、わずかな能力しかないが、航空機に対しては非常に有効である。TK-2 は、 短距離弾道ミサイル、点撃に改造をされている。また、TK- には、民間宇宙プログラム用の上層大気の調査を行うため、観測ロケットとしても改造されている。観測ロケット試験機は、全長7.7メートル、打ち上げ重量1680キログラムで2003年12月24日に、打ち上げられた。最大高度は270キロメートル近くに達し、 打ち上げから8分後には1 4 2トル離れた太平洋に落下した。科学ミッションのペイロードは220ポンド級で、ロケットの燃焼速度は秒速2 0 0 0ルに達した。台湾ディフェンスレビューの報告書によると、ペイロードと打ち上げパラメータによっては、ロケットは水平最大距離5 0 0トルまで達することができる。陸軍士官学校グラウンドでの TK3 型。 ミサイルランチャートレーラーの展示 MND ホールでの TK3 型ミサイル模型の展示点ユミ型は第3世代のミサイルシステムである。台湾は当初アメリカとのミサイル防衛迎撃ミサイルの共同開発を模索し提案採していた。台湾当局者は特にアクティブレーダーかバンドシーカーと精密姿勢制御に関連するものなど HTK 技術の移転を含む 台湾独自の対戦術弾道ミサイルへのアメリカの技術支援を求めた。チーストは、がバンドアクティブレーダーシーカー技術に関連した進行破綻送信機の公開を求めていたと報告されている。しかし、米国が改ざん防止機能のない完全なか、バンドアクティブレーダーシーカーの輸出許可を拒否したことや、TWT を単体で提供することを拒否したため、チーストは、 欧州の内容を少しだけ含んだ別のアクティブレーダーシーカー技術を使用せざるを得なくなった。TK-3 は TK-2 ミサイルをベースに空バンドアクティブレーダーシーカー、指向性破片弾、戦術弾道ミサイルなどの高速、低レーダー弾面積目標を補足するため改良した精度制御を採用した低価格のミサイル防衛システムとして構想された。 オリジナルの TK1-2 システムよりも機動性を考慮して設計され、統合された戦闘管理システムを備え、アップグレードされた長子フェーズドアレイレーダーを使用するか、または移動式三次元防空火器、完成フェーズドアレイレーダーと報告されている新たな移動式、フェーズドアレイレーダーを使用している。長三レーダーシステムと報告される新たな移動式レーダーは、 パトリオットのレーセオンアン MP9-65 と同様に C バンドの周波数帯で動作するとされておりアン MP9-65 と同様にほぼ同サイズの長方形の平面アレイレーダーをトレーラーに搭載している。しかしアン MP9-65 システムのメインアレイの下にあるような識別可能なミサイル誘導サブアレイはないようでこの新レーダーが TK-1 サミサイルに対応した標的誘導証明機能を提供できるかどうかは不明である。しかし TK-2 ミサイルと TK-3 ミサイルでは標的誘導証明を必要としないため新レーダーにはアクティブレーダーシーカーとしての利用に問題はないと思われる。本レーダーは TK-2 サミサイルシステムの生存性と運用の柔軟性を向上させ これまで準備ができていなかった場所に TK 地帯空ミサイル発射機を迅速に展開することが可能になる。TK-3 は高度なセラミックと炭素繊維を採用しており、ミサイルのノーズコーンは1、摂取00度を超える温度に耐えることができる。TK-3 は弾道ミサイルに対する中間誘導、終末防衛の両方の能力を持っている。 2015年から2017年にわたる TK-3 サムシステムの生産は民 -23 ホークミサイルの台湾の在庫分を置き換えるだろう。以前、アメリカは台湾にホークのアップグレード、ネイザムズシステムの購入及びホークの後継として THAAD ミサイルシステムの購入という選択肢を与えていた。国防部は 最終的に需要を満たす国産の兵器開発の追求を決定した。2019年、台湾の蔡英文総統は中国の軍事力と抗戦的な姿勢の高まりを受け、NC エ,エシストに TK-3 の大量生産を加速するよう命じた。2016年後半、チーストは BMD 迎撃ミサイル点ユミさん型の関西版を発射した。チーストによると、 テストは陸上発射機から実施されて成功しデータも満足のいくものだったという。関西型はマーク41垂直発射システムに適合するように折りたたみ式のビブを備えており中華民国の次世代汎用フリゲートや防衛駆逐艦に配備されるほか既存の艦船に後付けする可能性もあるとしている。TK-3 は 海外のバイヤーからの関心を得ているが、2019年11月時点では確認されていない。ありがとうございます。